ニューシャ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 今日6月10日で僕たち立ってる4人、そして6月3日俺でもほぼ同期ですね。なんと10年経ちました。すごくない？10年はちょっと記念すべき、ね、だって俺ら小3小3小 3, 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 小3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 小4小 2, 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 小2やばいよ、ちっちゃかったなと思って、ね、ちっちゃかったね。いやーね、もう10年ってすごいね。入社当時から知ってくれてる人もいるのかもね。ね、いると思うよ。ね、そう考えるとね、なんかあっという間だと感じる人もいれば、はい、やっとかと思う人もいるんじゃないですか、うん。いやまあすごい、10年ってやばくない、まあ、10年もジャニーズ大丈夫だ、すごい長いよね、本当に。いや長いよね、10年やっててこんなにみんなが若いっていうのも珍しい。確かに確かに、まだ全10代だもんね。ちっちゃい時に入ったのなって感じ、ね、そうか、まだ全10代か。まだ10代ですよ。そうだよ、おかしな話すごいな。誰に話してもびっくりしてくれますけど、うん、どうしましょうね。どうしましょうね。これまあいい感じに締めてください。お願いします。あ、私なんですか。はい、私締めるの意外とやってこなかったんで。じゃあこれからも後戻り、はい、後戻りを考えずに皆さん気を引き締めて。後戻りを考えずに。もうやっぱやめようこいつ。というわけで、はい、というわけで、はい、次は20年ですね。うわ、もう次20年いくか。15はなし。15はあってもいいよ。20年のところにどうせ多分毎年あるけど。うん、20はいや、でも多分20ないよ、多分。だってもうみんなデビューしてるもん。おぉ。え、でもジュニア歴は、あ、そっか。ジャニーズ事務所歴になるのか、そっから。そうですよ。だから今度はもうジャニーズ事務所歴で会えるようにしましょう。あ、いいですね。そうね。いいね。次のアニバーサリーはね。そうですね。いいじゃないですか。はい。はい。なので、これからも頑張りましょう。頑張りましょう。ということで、11年目もよろしくお願いします。